のね、マスター。今日はバレンタインでしょ。私なんかにもらっても嬉しくないと思うけど、これ受け取ってもらえないかしら。一生懸命頑張って作ったから、多分美味しいと思うし。あ、そうよね、受け取って当たり前よね。分かってるじゃない、子犬。なんだ、心配して損しちゃった。え、何を心配してたのかって。いつものアイドル好きはどうした。それは私だって毎日上機嫌じゃないし、楽しいことの後に必ず来るのよ、頭痛と自責ってやつが。でも不思議ね、あなたの顔を見てたらなんとかなっちゃった。ステージのスポットライトもいいけど、こういう楽屋裏のこっそりとした時間も悪くないみたい。じゃあね、マスター、ありがとう。味の感想後でちゃんと聞かせてね。